雄太郎が死んだ。上弦の月が欠けた。雄太郎は負けると思っていた。案の定、ダキが足手まといだった。初めから雄太郎が戦っていれば勝っていた。いや、もうどうでもいい。またそのように悲しいことをおっしゃいなさる。俺があなた様の期待に応えなかった時があったでしょうか。産屋敷一族を未だに葬っていない。青い彼岸花はどうした。なぜ何百年も見つけられぬ。私は貴様らの存在理由が分からなくなってきた。返す言葉もない。産屋敷、巧妙に姿を隠している。113年ぶりに上弦を殺されて、私は不快の絶頂だ。私が嫌いなものは変化だ。あらゆる変化はほとんどの場合劣化だ、衰えなのだ。私が好きなものは不変、完璧な状態で永遠に変わらないこと。